稲さんのブルーベリーがなんと新宿区のフルーツ老舗専門店新宿高野で販売されます。高遠勝間で育てられたブルーベリーは7月18日から31日までブルーベリーフェアとして新宿高野で販売されます。夏休みなどで新宿に訪れた際には皆さんも立ち寄ってみてはいかがでしょうか。今週の稲チャンネルはご覧の内容でお送りします。そろそろ夏休みの計画を立て始めている方も多いでしょうか。今回は身近なところで楽しめる夏のスポーツをスポーツ振興課の辰野口さんと紹介します。辰野口さん、暑い日が続いていよいよ夏本番ですね。そうですね。そんな夏だからこそ楽しめるスポーツを紹介します。夏といえば今年もいよいよあの季節がやってきましたね。はい、夏でも涼しい隅ヶ丘平地林でクロスカントリーレースとトリムマラソン大会を8月31日に開催します。現在第1回信州伊那クロスカントリーレースと第4回伊那市トリムマラソン大会の参加者を募集しています。競技種目はタイムを競う5キロと10キロのクロスカントリーレースと自分の申告タイムを目指して歩いたり走ったりする 2.5 キロのトリムマラソンです。参加料は一般男女2000円、中学生以下1500円で、制限時間はご覧の通りでどなたでも参加できます。申し込みはインターネットや郵便で行うかスポーツ振興課の窓口などで行えますが、中学生以下は保護者の同意が必要で、小学生未満は保護者の同伴でお申し込みください。申し込みの締め切りは8月4日月曜日ですが、定員に達したら締め切ってしまいますので、お早めにお申し込みください。辰野口さん、この大会はレースはもちろん、イベントもたくさんありますので、会場はまるでお祭りのようですよね。そうなんです。今年はこれまで以上に、様々な体験やいろいろなコーナーがあります。大会の参加者全員にはオリジナル T シャツや温泉割引券などの特典があります。また会場では恒例の野菜の軽トライチやローメンなどの屋台、地元野菜のピザ、その場で食べる夏野菜コーナーのほか、豪華商品が当たるじゃんけん大会があります。また無料のドリンク試飲コーナーや足型測定コーナー、ワンコイン500円でアロマオイルケアや筋肉をほぐしたり、似顔絵や姿勢を正すストレッチなど体と心のケアを体験できるコーナーもたくさんあります。さまざまなコーナーを楽しめるなんて、家族みんなで楽しむことができますね。はい、さらに今年は大会当日朝ヨガを行います。8時から鳩吹公園の時計台の前で、世界的なヨガの組織から上級講師として認定されている中尾真美子さんを講師に迎え、朝ヨガを開催します。こちらもワンコイン500円で参加でき、参加ランナーは無料です。大会に参加する方だけでなく、一緒に行く方も楽しむことができますので、ご家族でのご参加をお待ちしています。他にも夏のスポーツはまだまだあります。今年も伊那市民プール、高遠スポーツ公園プールの営業が19日から始まります。伊那市民プールでは25日まで土日祝日のみの営業、26日から8月24日までの夏休み期間中は毎日営業し、その後も土日は8月31日まで営業します。また高遠スポーツ公園プールでは今月19日から8月31日まで定休日の火曜日以外は営業します。
オープン初日の19日は無料開放します。子どもや幼児用プール、流水プールやスライダーなどがあり、小さなお子様から大人まで楽しめます。また市民プールでは小学生の親子を対象に水泳教室も行います。期間は7月28日から8月1日までで、参加料はご覧の通りです。希望される方は7月18日金曜日までにお申し込みください。水の中を歩くだけでもかなりの運動量です。涼しく体力作りができますので、ご家族やお友達と一緒にお出かけください。夏ならではのスポーツはまだまだあります。高遠桜ホテル横の伊那市高遠 B&G 海洋センターでは、カヌーや手漕ぎボートが初めての方でも楽しむことができます。高遠 B&G 海洋センターにはシングルカヌー、ペアカヌー、手漕ぎボートなどがあります。インストラクターが指導し付き添いますので、初めての方でも安心です。料金は一定1時間につき300円で、9月末までご利用いただけます。また8月8日9日は市民の皆さんを対象に無料開放し、8月9日は市民体育祭と兼ねて行います。ご覧の時間で体験できますので、夏の思い出作りにご利用ください。親子でカヌーを漕ぐなど、大自然の中の水上体験をお楽しみください。遠くに行かなくても身近な場所で夏のスポーツをたくさん楽しむことができるんですね。そうですね。伊那市では暑い夏でも気持ちよく運動することができます。エアコンから離れて清々しい汗を流しましょう。はあ、今年の夏の暑いな。でもそんな時だからこそ省エネ節電に心がけなきゃいけないな。いや、今日も天気がいいね。本当、外は暑いし日差しも眩しいし大変ですね。あ、今日の外の作業暑かったね。いや、本当暑かったです。クラー、照明器具で省エネ節電に取り組みましょう。日中は照明を消して、夜でも必要ない明かりはこまめに消しましょう。照明カバーの掃除をしたり、 LED 電球などの省エネ型照明器具に買い替えるとさらに効果がアップします。夏場の冷蔵庫はキンキンに冷やしておくに限るな。設定はもちろん今日何飲もうかな。お、こら、ちょっと待った。冷蔵庫でも省エネ節電しましょう。冷蔵庫の温度設定は強から中に変え、壁から適切な間隔で設置して、扉を開ける時間をできるだけ短くしましょう。食品を詰め込まないとさらに効果があります。そういえば稲祭りもうすぐだね。そうそう、ドラゴン踊りの練習した？こら！ちょっと待ってよ、見ないテレビは消しましょう。見ないテレビは消して、消すときには主電源を切りましょう。テレビの省エネモードや画面の明るさを調節したり、画面を掃除したりするとさらに効果があります。それにしても今日も暑いな。30度近くあるかな。ほんと暑い暑い。よし、エアコンを18度に設定しよう。いや、ちょっと涼しいな。またの麦わら帽子の変な人に怒られそうな気がしない？そう、そうだね。エアコンはちょっとだけ下げて、扇風機を使おうか。よくできました。部屋の温度調節でも省エネ節電に取り組みましょう。エアコンの設定温度は28度。風向きや風量を調整したり、2週間に1度は
フィルターの掃除をすると効果がアップします。またすだれやグリーンカーテンなどで窓からの日差しを和らげたり、無理のない範囲でエアコンを止めて扇風機を使いましょう。いろいろな工夫で省エネ節電につながるんだね。僕にも少しならできるかな。もちろんできるよ。他にもこんな取り組みがあります。ご飯は1日分まとめて炊いて冷蔵庫や冷凍庫に保存しましょう。温水洗浄便座は蓋をしたり温水機能をオフにしましょう。電気製品などを長時間使わないときはコンセントからプラグを抜きましょう。今年の夏も省エネ節電とはいえ無理や禁物。皆さんのできることから省エネ節電に取り組みましょう。おいつも車から見る景色もバスで出かけるとちょっと旅気分。この夏は家族やお友達とバスに乗ってお出かけしてみませんか。小中学生の皆さんは夏休みを間近に控え、ワクワク楽しみにしている方も多いでしょうか。そんな皆さんにおすすめ、今年も夏休み子ども定期券を販売します。公共交通利用促進キャンペーンとして販売する夏休み子ども定期券は、夏休み期間中乗り放題のお得な券です。この定期券を利用できるのは7月25日から8月24日までで、期間中は市内のすべての路線バスに何回でも乗車できます。価格は小学生券が500円、中学生券が1000円です。小中学校へはご案内のチラシと購入申し込み用の封筒をお配りしています。必要事項をご記入の上、代金を添えて7月16日までに学校へ提出してください。7月25日からは市役所や総合支所、稲バスターミナルや高遠駅などの窓口でも販売します。さらに学校を通じて購入された方には素敵な特典もあるんです。一つ目は、購入いただいた皆さんに2つの入場券をもれなくプレゼントします。伊那市民プールまたは高遠スポーツ公園プールに入場できる券と、美術館または博物館に入場できる券をそれぞれ1枚ずつプレゼントします。さらにご家族で使える1100円分のバス回数券をなんと500円で購入することができます。親子で出かけるときなどにぜひご利用ください。バスに乗ってお出かけしながら家族みんなで旅気分を味わうのもいいですね。そうですね。この定期券があればこの夏大注目の南アルプスを満喫できるジオサイト見学コースも楽しめます。例えば伊那市駅を出発し、南アルプスを眺めながら高遠駅に向かいます。そこで長谷循環バスに乗り換え、三輪湖近くの伊那三輪バス停で降りて歩いて3分、大きな断層が見られる溝口露頭に到着です。位置研究や家族との思い出作りにぜひお出かけください。この機会に地域の公共交通機関でご家族揃ってお出かけください。詳しくはお配りしたチラシをご覧いただくか、企画情報課までお問い合わせください。まだまだ続くよ。いいなチャンネル。トピックいなし、ここからは1週間の話題をお送りします。テレビや映画、舞台などで活躍する俳優榎木孝明さんの個展ロマン紀行安らぎの水彩画展が5日から信州高遠美術館で始まりました。会場には榎木さんが平成9年からこれまでに描いた作品97点が並べられています。鹿児島県出身の榎木さんは武蔵野美術大学デザイン学科で絵を学びました。卒業後は劇団四季に入団し、その後は俳優としてテレビや舞台などで活躍しています。旅好きという榎木さんは京都の清水寺や富士山など日本各地の風景のほか、ギリシャやイタリアなど世界各地の景色を描いています。親友が南箕輪村に住んでいて、40年ほど前から頻繁に伊那谷を訪れているという榎木さん。
去年の桜が咲いている時期に牡蠣に参りまして、まあ、桜はもちろんね、牡蠣たくて去年も来たんですけども、ただその時期だけではなくて牡蠣たくなるような場所が実はいっぱいこの界隈にはありまして、まあ、40年ほど前からちょっと友人がこっちにいたこともありまして、ちょこちょこ来てたんですけども、地元で暮らしてる皆さんはもう普段見慣れてる景色でしょうから、あんまりお感じになってないかもしれませんけども、たまに来る私から見たら本当なんか絵になる景色がそこら中にある、もう素晴らしい景観の土地かなと思ってます。この作品は去年花見期間中の高遠城址公園を訪れた際に描いた作品、春爛漫です。こちらは平成23年に長谷の浦で描いた作品、風の通り道です。榎木さんは自分にとって山は癒しの空間と話し、特に高遠町周辺が大好きだと話します。榎木孝明さんの水彩画展は8月20日水曜日まで信州高遠美術館で開かれています。伊那市では JA カミーナと協力して、東京都新宿区にあるフルーツの老舗専門店新宿高野でブルーベリーフェアを18日から開催します。それを前にフェアで使用するブルーベリーの出荷作業が高遠町で始まりました。新宿高野で商品として使用されるのは高遠町勝間のブルーベリーです。桜ホテル近くにある30アールの畑に6種類およそ1000本のブルーベリーが植えられています。地元有志で作る勝間ブルーベリー生産組合サンベリーが桜以外の観光資源にしようと10年前から栽培しています。大粒で味が良いことから今回勝間のブルーベリーが選ばれました。この日はメンバーたちが朝早くからビクを腰に巻いて収穫作業をしていました。新宿高野へ出荷するのは酸味があるブルークロップと甘みが強いブルーレイの2種類です。今年は甘みが強く出来は良いということです。朝摘んだブルーベリーはふるいで選別した後パック詰めされます。新宿高野への出荷は7日から始まっていて、この日は12キロを発送しました。ブルーベリーフェアは今月18日から31日まで新宿高野で開かれています。期間中は稲産のブルーベリーを使ったパフェが提供されるほか、生産者が品種の特徴や食べ方を教えるフルーツ教室も開かれる予定です。以上、トピック稲市でした。続いてお知らせです。生活環境課から特殊詐欺被害防止についてお知らせします。長野県内では儲かります詐欺や支払い詐欺、オレオレ詐欺などの特殊詐欺による被害が多発しております。現在過去最悪を記録した昨年を上回るペースとなっております。被害に遭わないために電話機を留守番電話機能に設定したり、隣近所で手口や対処方法などを呼びかけ合うなど、声掛けや見守りをお願いします。不審なことや困ったことがありましたら、消費生活センターまでお問い合わせください。財政課からサマージャンボ宝くじ発売についてお知らせします。宝くじの収益金の一部は市町村に交付され、地域振興や芸術・文化の振興などさまざまな事業に活用されます。サマージャンボ宝くじは7月25日金曜日まで市内の宝くじ売り場で購入できます。宝くじの収益金は明るく住みよい街づくりのために活用されます。この機会にぜひお買い求めください。連日暑い日が続いています。外に出かけたりスポーツをするときには熱中症などにお気をつけください。来週は健康情報をお送りします。それではまた来週。